牛は馬ナイスです。よしってことでルヴァンカップ新潟戦始まってます。こっちで YouTube 配信をしながらこっちで YouTube 用の動画を撮ってるという、はい、おい守れよ、やばい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 、打たせんじゃん、よしすごいな、相手強いな、やっぱ。いやもうただカテゴリー違うだけで結構そんな戦力変わるかなって思うんですけど、実際ね、うん、落ち着け落ち着け、よしよしよし、あーぶれー、よう守った、取れたよ、しよし、ライディいいフェンスから、いいうまい、いい守備から、もっとマルコス前行けよ、ファンマリファンマリファンマリ、無理すんな、どうする、うまい、シュート打ってみろ打ってみろ、来い、よっ、惜しい惜しい、ファーストシュート枠内、だいぶ先制しそうな感じ、そうっすね、攻めアグネトルっちゃアグネトル、こういう展開で先制がアグネスちゃん、攻めアグネスちゃん、おっかの運営ひんなげし、いいボール、ドリブル来い、いけるいけるいける、よし、いけた、いけた、おい、ファンヌファンヌファンヌ、あーいいラン打って打ってるよ、サンマどうする、うまい、待て、おおおおリンスしかした、えニョッピ見てられんやな、おじさんの感じ匂うとこリンスの匂いした、リンスしだしたらしいです今日から、リンスなんか下がいいらしいですね、乳液とか化粧水とか今日からしだした、俺ギュレルやから、ギュレルギュレルベ、ギュレルベじゃないでも今日ディファーレンのチャントもめっちゃ聞こえますね、頑張ったねとか、まず PK 取られそう、いやあんまよそれ、今結果はキャプテンマークをはめたらプレイスタイル変わるやな、多分ですけど、ファンマン勝ちたいんだと思います、全員そうや、でもなんか去年あんなセンターバック不安定やったのに今年なんかめっちゃ心強いですよね、いやいやもう本当にチームとしての方向性が決まってるんでめちゃくちゃいいです、松平さんすごいんでしょうね、そこらへんやっぱ統率誰がお前松平さんも、ね、まあ前半折り、はい、1-0です、1-0で折り返しております、新潟相手に、我らがビバーレン長崎リードで、いや芸術ループシュートでですね、あのファンマのすごいパスからのチョンでキーパーの頭の上を越して、その1点守りきって1-0、マテウスとエジガールでもう1点取ってほしいな後半、あほら切ってコーダーガード、あーよっしゃ、強しー強しー、いいクロスやったもんな、前節マジで、いけ強しは強いぞ、長崎の強さを見せてやれると思うんですね、確かに右サイドバック危なかったっすか、前半両方からあれでイエローもらったもんな、あいつ、そっか、これやな、もうよもうよ長崎、もうよもうよ長崎、ちゃんとそれもうよとマルコム俺たち俺たち、およそマルコムは一人やからよし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 、はい、マルコス出せ、はい、マルコス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 、うまい、打て、いやーバカ、うわーやばい、あーまずい、よし、どこ、誰が誰が、あーハンドかー、もうはいはい、バモス長崎、バモス、はい、ルヴァンカップアウェイ新潟戦2-1で逆転負けとなりましたけども、まだ前半が終わっただけです、はい、何も言うことはない、ただ次節5月9日ホーム、うんうん、また新潟、ここにいい準備をしてバチッと、負けてないっすもんね、 2-0 で勝つだけ、うん、1-0 でもいいやな、 2-1 で前半折り返しただけやから、そうということで、うん、日曜日試合終わってから動画またまとめて出しますんで、何も言うことないんで、はい、はい、以上バモーバモーズ、はい、ご視聴ありがとうございました、まあ、動画内でも言ってるんですけどね、まだ前半戦が終わっただけなんで残り90分2点差をつけて勝てればそれで我々の勝利なんで、
応援していきましょう。6月9日現地で、はい、やりましょう。バモース。